どうも、おはるずめたかのです。ちょっと数日前に、YouTube 史上ね、かなり大きな騒動があったと思うんですけれども、まあ、幸い僕はですね、飲み会とかは別に好きじゃないし、友達も別に、少ないし、まあやっぱりあの事件を、知って、日本国民として、まあちょっと気を引き締めて、生活する必要が、まああるなと思いましたので、まあ今回はですね、まあちょっと防災訓練をね、やろうかなということで、まあ今回やりたい企画は、先輩に飲み会に誘われたら、後輩たちはうまく断れるのかまあやっぱりね、日本人って、やっぱ上からの命令にね、結構従っちゃうところもあると思うんで、日本国民ならね、ありがちだとは思うんですけども、まあ仲間たちが飲み会の誘いを断れるのかというね、企画でございます。で、万が一全員断ったら、全員でマクド、ケンタッキー行こう。全員でケンタッキー、ドライブスルーチケット、俺がおごります。はい、というわけでやっていきたいと思います。めぐれたまずお水、飲酒オブジョイトイ。じゃあトップバッター、若くんで。行きたいと思います。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。この前さ、まあ、案件撮影ね、みんな頑張ってくれたということで、はい。まあ、ちょっと盛大に飲み会でもやりたいなと思って。マジっすか？うん。どこにするんですか、飲み会？飲み会？松村屋かな。あ、松村屋か。まあ、とりあえず、まあ、ビールとか、まあ、なんかいっぱい飲めれば。あ、でも僕、お酒嫌いなんですよね。2人とかだったらいいんすよって。あ、2人だったらいい。飲み会嫌いなんで。飲み会嫌いな、お前。めっちゃ嫌いですよ、僕。雑魚じゃん。あ、っていう考えをするやつが一番嫌いなんですよ。いや、わかる。それは俺も同意やね。それは俺も同意やけど、なかなかないよ、それ。先輩の誘いやね、これ。いや、話されたらとか言ったら、別にお酒飲んでない時の方が楽しいですよ。ああ、俺と酒飲みたくないと。いや、飲みたくないじゃなくて、話されたら酒なくても楽しいし、お酒ないとの方がやっぱ語れたりするし、まあ、楽しいかなと僕は思いますよ。じゃあ、家でオレンジジュースでも飲むか。ないですか。温泉行きましょう。温泉行って牛乳飲みますか。ああ、温泉牛乳飲むか。じゃあ明日温泉行こう。わかりました。うん、じゃあね。はい、お疲れ様でーす。合格ー。まあ、次。じゃあ、ピロマル。あ、もしもし、お疲れ様です。もし、ピロマルさ、ちょっとエデーレのリリースの記念に、ちょっと飲み会行かへん。飲み会？いや、ピロマル頑張ってくれたからさ、やっぱり。あー、確かに、ピロマル行けなかったですもんね。まあ、俺がこんなこと言うのもちょっと珍しいけど。え、そうですよ。嫌いですよ、飲み会とか。いや、飲み会は全然好きやで、俺でも。これはちょっとな、やっときたいなと思って。あー、でもマンボウというものが開けてからですよね。まあなんか、まあ別に動画撮るわけでもないから、特にそんな問題ではないと思うけど。いやー、でも厳しいちゃいますね。ちょっとタイムリーですし。タイムリー。なんかあったっけ。絶対知ってる。そんなに飲みたいんですか。まあ、お酒が飲みたいっていうかは、成功を享受したい。はい。しかもなんか別に誰に見せるわけでもないし。いや。え、試してます？いや、まあコロナ終わったらで。はい。じゃあそれやったら、じゃあお茶会しようもん。じゃあお茶。明日じゃあお茶パン持ってきて、ピロマル。え、マジでやるんですか？はい、うん。はい、わかりました。お茶パン持ってきます。はい、じゃあね。合格！じゃあ次、オッティ。もしもし。あ、もしもし。はい。あの、アルファードの走行距離が、なんと1万キロを突破したんですよね。1万キロ記念に、まあ、飲み会やりたいなと思ってて、まあ、ちょっと店でも貸し切って飲み会したいなと思ってるけど、ちょっと来おへん、オッティ。店貸し切ってたのね。うん。結構何人ぐらい参加するんですか？今んとこ俺だけ。あ、まだ1人です。ちょっとあんま多くなるようだと、ちょっとあんま良くないんじゃないかな、みたいな。ほほう、あるじゃないですか、僕、ご時世的に。それもそうなんやけど、じゃあマクドナルドで飲み会ってどう？マクドナルドで飲み会ってどう？あの、オレンジジュースのあのカップにビールを忍ばせて、それで飲み会するっていうのと。
まあちょっと、まあ、よくはないですね、多分持ち込みはまずよくないですね。あ、それよくない。で、2人やったら行くか、じゃあ。あ、そうですね、2人やったらまあ、わかりました。じゃあ、明日の7時ね。はい、ほんじゃね。じゃあ次はですね、サルエルにかけたいと思います。はい、もしもし。明日、飲み会せん？明日っすか？うん。てか、飲み会、あのさんがですか？俺がですよ。それが何か？あのさんが飲み会。俺が飲み会、なんか悪い？え？飲むの好きって初めて聞きました。いや、それはもうあれやん、お前が誕生日やったやろ、はい、あ、そういうことっすか？僕の誕生日に。そうの、いや、そう、飲まなくていいっすね。じゃあ、実際もあるって。じゃあ、どうやったらいいん、これ、俺は。なんか、その、自分の誕生日やから、なんか、その、なんか、俺、お友達していいから、みたいなんで、その、周りのこと考えないと、やっぱ、みたいになっちゃう。実名出すな、お前。この騒動があるまでに、僕は、ちょっと、自分会でできてなかったかもしれないんで、僕、今回、ちょっと学んだんで。なるほど。はい。はい。へぇ。なるほど、お前さすが反対者やな、お前は。まあじゃあ続いてやね。じゃあノエに。はい。もしノエに明日さ、サレルの誕生日やったからさ、ちょっと飲み会開かへん？飲み会ですか？これ主催者誰ですか？主催者は特にいい日ね。なんとなくやりたいなと思って、みんながそう思ってるんじゃないかなと思ってる、俺は。なんやねん、お前好き、そういうの好きじゃないん？私は好きではないですね。じゃあもう、じゃあユニバで飲み会しよう。逆に花尾さんはやりたいんですか？俺はやりてえよ、それはもちろん。俺だって俺タケミッチやぞ、お前。これちょっとなんていうか、ヤンキーチックに、そういうの憧れ持ってんねん。あ、ノエリもそれ好きやろ。でも、まあ、でも私はマイキーが好きなんで。マイキーも、マイキーはちなみにストロングゼロ結構飲んでるよ。マイキーも紹介なんか結構持ってくるわ。あの自分の鍵持ってくるからマイキーって呼んでるよ、そいつ。え、だるいだるい。え、とりあえず明日来れるかどっちなんこれ。いやー、でもこういうのはやっぱ先輩でもやっぱ日を折らずに断るべきじゃないかなと思って。あ、今ちょっと勇気振り絞ってんの今。はい、本当はちょっとすごい足震えてます。わあ、教科書の立ち位置にすんじゃねえよ。じゃあ松野屋行くか、しゃあなし。8時までなら。うん、じゃあ明日、じゃあ8時に松野屋でみんなで行こう。じゃあテイクアウトで、うん、おやすみなさい、お疲れ様です。はーい、合格！じゃあ次、スン。もし？あ、あのさ、明日飲み会しん？無理っす、明日ちょっと撮影入ってるんで無理っす。あ、はい、じゃあね。はい。じゃあちょっと電眼にかけたいと思います。電眼に。もし？はい、どうした？電眼、あのさ、うん、明日飲み会しんへん？飲み会？うん、ゼロではないけど。まあ、でもちょっと炎上怖いな。ちょっと、いや、もうそんなにビビってんの、お前。別にカメラ回さへんで。いやいや、だってお前あれやで、お前カメラ回さへんから大丈夫って思ったら、お前文春いたっていうやつやろ、お前。いや、でもさすがに大阪はないから。ああ。